東京農林学校は日本の旧制教育機関。現在の東京大学農学部の前身にあたる農学に関する日本の総合教育研究機関で、後進の帝国大学農科大学、東京帝国大学農学部からさらに、筑波大学生命環境学群生物資源学類、東京農工大学農学部が発祥する。1886年。 農商務省の財政難により、所轄の駒場農学校と東京三林学校が合併して東京農林学校となる。この時、本科と別科を設置する。合併の際教職員についても、そのほとんどが両校から引き継がれている。農林学校では、両校の設置していた学科をもとに農学部、林学部、獣医学部を設置した。その在学年数はまず余科を3年。 農学部及び林学部が2年、獣医学部3年と定めた。またこの時2年生の促成化を設置している。1888年に高速改正を行って各学部に本科で農科、林科、獣医科が設置されるほか農科、林科にそれぞれ別科が設置された。また、修学年限の構成を余科3年、本科3年の6年生に移行した。 しかし1889年に再改正があり、学部制に戻し、また別科を追塚としている。さらに、時の農商務大臣、井上薫の判断で、各学部の卒業生には、農学士、林学士、獣医学士の各学士号が授与されることになる。また、同年に、東京農林学校の寄卒業生と、旧駒場農学校の卒業生は、高等試験を、 ヨーセスそのオサムメタル学科に関する行政官司法に採用することを独とされて実質帝国大学卒業者と同等の処遇を受けることになった。東京農林学校卒業生に学士号を与えるなどの件について文化大学と農林学校の学科程度は同じという農商務大臣の主張に対しては当時の文部大臣榎本武明は 帝国大学の文化大学と東京農林学校の学生の学力については同等ではないとしていた。このため、後の帝国大学医会に際しては物議を醸したが、農学校を文部省に関する意味で農林教育をさせるべく、1890年6月9日に文部大臣と農商務省大臣が連名で時の首相、山形有友に、 農科大学設置の閣議正義文を提出した。農科大学の設立について、学務局長であった後の総長、浜尾信を中心に実現の布石を立てたものの、設立評議会では最高学府の文化大学としてふさわしくないといった意見や、当時の先進国で総合大学に農学がないこと、農林学は専門学校程度とする旨などのという反対論が、 依然として起こって、評議官が総辞職した。結局、1890年6月12日に、東京の帝国大学に従来の理学からも分離を行い、農学科を二つに分けて一つを農芸科学を主として学び、その後植物学、物理学、動物学、農芸科学に先行させる方針を取り、当時第三高等学校から松井直吉を呼び寄せ、 学長に就任させる。また、文部大臣が説得にあたり、6月17日の評議会設置がで決定され、駒場の地に農家大学を設置した。この農家大学は、帝国大学令第18条に規定され、農家大学には、当時農学科林学科及び獣医学科を設置、修行年限を3年と定め、帝国大学を6文化大学生にした。 当時短歌の農家大学以外で大学の学科として農家を設置したのは日本が最初であり、旧東京農林学校の制度から農家大学独自の学科課程を編纂し、旧東京農林学校在学生を編入させることになる。その後、帝国大学農家大学は農林学校専科と別科を農業実地者養成のおつかに継承し、各学科に設置する。これは後に、 東京帝国大学農学部実家となり、東京高等農林学校から、東京農工大学農学部へと継承される。また、農科大学は、文部省令第35号により、付属農業教員養成所を設置し、後に、東京帝国大学農学部農業、教員養成所から、東京農業教育専門学校と東京農業、教育専門学校付属農業教員養成所 東京農業教育専門学校付属女子農業、教員養成所を設置した。これが東京教育大学農学部を経て、筑波大学農林学系、農林工学系、応用生物科学系となる。大学は1893年に講座制に移行し20講座を開設する。1897年京都帝国大学開設と、それに伴い、 東京帝国大学発足により、東京帝国大学農科大学となり、1906年からは、ニトベイナゾが東京帝国大学農科大学教授となる。学科は1910年に、学科を農学科から農芸科学科を分岐し、林学科、獣医学科に水産学科を加え後学科に拡充する。その後1919 19年、 東京帝国大学は学部生を採用、農学部となり、1935年に本郷にあった旧西大一高等学校と敷地交換し、現在の文京区弥生に移転、実家は府中へ移転し、高等農林学校へ、駒場は後に東京大学駒場地区キャンパスとなる。この前後の間に土壌学の鈴木茂弘、分析学で、 理化学研究所を設立する鈴木梅太郎とその弟子の古藤覚寺、科学の田村三郎、高橋勝美、坂口金一郎、東京帝国大学総長にもなる、古材吉直、を、古材と足尾銅山鉱毒の研究を行う長岡、総合、臨学の本田聖六、本郷隆則、高橋の武器よ、議員となる、岡田厚、諸橋城、有馬より安、徳川宗吉、知事になる、 横川忍、農業士の小島敏夫、稲研究の加藤重友、近藤万太郎、造園学の織下義信、上原啓治、佐藤正、関口栄太郎、田坂実、田谷六郎、森治、森和夫、北村徳太郎、吉永義信、横山真嗣、農業工学の上野秀三郎、農業経済学の矢作映像、食料研究の稲垣雄平、 実験遺伝学の富山亀太郎など多くの人材を輩出した。ありがとうございます。